ランチでどうも、ガイチです。ね、キャンプじゃねえ、バーベキューも食ったね、みんなね。タラフク食べてる。今声だけ聞こえてますけどね。で、ことで、ここで俺本当はこの二人が同じ劇団にいたってことを勉強不足であんまり知らなかったんですよ。それで今回はそのお話を聞いて、ガイチ勉強しようという回で、やりましたってなことで、ね、二人の声はオンで入ってるんで、マイあのカメラの声ですからね。はい、じゃあ改めて、じゃあ紹介。じゃあ先輩の方から、はい、どうぞ。はい、なめたけつるおと申します。いつもね、ガイチさんにお世話になってます。いや、それいらないから、また今日はいろいろお話できたらね、いろんなことを話できたらいいなと思ってます。どうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今は、カタカナで、マサトキミラで、活動しております。うん、じゃあ今名前言いましたね。マサトキミラと申します。はい、はい、もうガイチさんにも大変お世話になっております。全然すいません、肉食わしただけじゃんってな感じで今日はやっていくんだけど、まあね、皆さん俺も前も話したことあると思うけどね、ガオー・ヒンジさんっていう伝説の俳優の方がいてね、うん、俺もね、だからマジョランっていう言葉と泉誠二監督って言葉、まあ、泉誠二監督には俺お世話になったことあるんだけど、そういうのを知ってて、で、ガオー議員さんっていうのを知ってたんだけど、俺一番最初見た時なんだろうな、なんかテレビで見たんだよね。でもモロさ、名前と顔が一致してて、わすごい人だなと思ったこともあったので、まあ俺が語るのもなんだけどさ、語れないけど、大阪バトルロイヤルね、という劇団があってね、そこにだから脚本、あ、俺これはね、本当に縄さんの縄広志さんのあの音体じゃないよ、そのな付き人やってた縄広志さんの書いた本があって、ヒップアップハイスクールのね、で、なめたけさんが出てるから、ガイさん、ぜひ見てくださいよとか買ったよ俺。ほんで、眼老なのにさ、もう二重メガネで見るぐらい小さい字で、しちゃったっすね。そう、で、なめたけさん2回出てるから名前ね、すっげーなと思って、で、それで一から勉強して、BPUP 見たいな見たいな持ってなかったから買いました、DVD で、勉強させてもらいました。で、その中で、あ、ガオー銀次さんここ出てるんだ、小沢さんこれなんだっていうのが分かって、本当にね、遅ればせながら、これって遅ればせって言わないんだよね、なんだね、まあ遅れてね、勉強させてもらった時に、よくよく読むと大阪バトルのことが書いてあるわけよ。はこれって、室賀監督のストロベリーロードだっけ、あれで立て浩太さん見てよ、あれいやーとか言って、おいいなと思ったら、みんなバトルじゃんって感じで、なんとこの2人、はい、カメラ見て、この2人はバトルの先輩後輩でいいのかな、そんな感じなんだよね。だから今日は勉強の読みを含めて、そのね、伝説のって言ったらちょっと嫌だよね、そうじゃないよね、本当にしのぎを削ってみんなでこう切磋琢磨してただであろう、その進撃とはまた全然違う、なんだろうね、すごく新しいムーブメントだったよね。あ、カメラマンさんごめん、俺のウイスキー持ってきてバーボンそうその話を今日聞こうと思ってお二人呼びました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。カメラ前来ないよじゃあまずは乾杯で。はい、乾杯。はい、どうもどうも、今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。どうですか、バーボンは。俺バーボン好きなんだよ、最近。うん、バーボン美味しいっすね。ボンバー大丈夫危ねえ、危ねえこれ、カメラ見て、カメラ、あなた2人のカメラこちら。あれ、バーボン好きな俳優さんって言いましたよね。うん、ガイチだよ。あ、いいか、うん、じゃあ、ごめんごめん。じゃあ、はい、ここからさ、まあ多分2回ぐらいに分けると思うけど、はい、そういうことを頭で、まさとしみら固まんないよね。そこで頭で考えながら、2回分になるように話してね。2回分。多分1回分ぐらいしか話しないじゃん。大丈夫だよ。この間そうやって3回になったから。そうですね。じゃあ、ちょっとじゃあ、大阪バトルライオンの方に返して、ちょっとじゃあ、おのおのね、そのちょっと基礎から皆さんにちょっと教えてあげてください。はい、よろしくお願いします。固まんないな、はい、はい、どうも。ですね、まあ、大阪バトルライオンって、まあ、いろいろまあ、悪役、いや、悪役紹介じゃないけど、うん、そういう悪役の、結構悪の強い人たちがこう集まってね、みんな、切磋琢磨してやって作った、劇団だと思うんですよね。最初の俺が言ったの合ってるの、うん、小沢さんはまあ本を書いてきた、そうですね、あのまあガオーさんとタテさんがいて、もともと豪太さんと、そうですね、銀次さんがいて、うん、小沢さんはまあ銀次さんと同じこう養成所かなんかだったみたいで、あ、そうなんだ。それで
が始まりだったんじゃないですかね。そこからあのゲスト出演みたいな形で、あ、役者として演者としても出て、演者としても出て本も書いてる、本も書いてるね、直子さんがね、そのあの監督になられた方ですか、小田さん、えで、バックトゥザストリートっていう、ガオデンの、うん、ガオデンの、あ、それはあの土持さんすいません、話切ったって申し訳ないですけど、マニアックなこと言っても多分見てる方、まあ、その土持さんという方もその映画監督に今なられて、うん、今 V シネとか大体バドっていつぐらいからやいつぐらい、1985年ぐらいだと思うんですよね、初めてやって野良犬っていう作品が最初で、朝立丸さんとかいろいろ、まあ豪太さんとか銀次さんと、あとまあ何人かいたんですけど、4、5人だったんじゃないですかね、多分それが野良犬が第一作目だと思います、自分も見たことなかったですけどね、だから銀次さんに一回あの見せてくださいよみたいな話はしたんですけど、まあそう言ってるうちにお亡くなりになってしまって、ちょっとね見たかったですけどね、多分おいくつでしたっけ、33歳でお亡くなりになって、残念ですね本当に。うん、あれだよね、何回か機会これで行かれたんだっけ、え葬式でほら何回機会って、あれは別の人、あれはね、ガオさんのあれじゃないの、あれは奥さんの、ああそうなんだ、あごめんなさいごめんなさい、ああそうで、いつから入ったの、僕は1989年の10月から入りましたね、そうなんだ、で、まさと、いや、自分は本当にあれですね、本当に駆け出しの、あ、自分的に駆け出しの高校卒業してから、最初にやった芝居がそこなの、そういうわけですか、その前にも映画ちょっと一回あの映画からやったんですけど、本当坂東玉三郎の夢の女に実は出させてもらって、すげえ、じゃあそれがデビューっていうか、はい、でも全然その時もあの事務所とかどこにも、ね、別に入ってなくて、ちょっと体操っぽいノリになってきた、でだから本当に俺銀次さんのとこに飛び込んでったのは19歳でしたね、本当に、だからしかも本当こんなひげ面じゃなかったんで、しかもあのもっとガリガリだったんで、あの全然悪役に見てもらえなかったんですよね、子供扱いされてて、でもマサさんちょっと聞いていいですか、あそう、マサさんなんでバトルに、そのやっぱ銀次さんですかね、やっぱ銀次さんですよ、もうどういうとこで川尾さんを知った、ただ俺のイメージはあのビーバップの銀次さんじゃないんですよ、やっぱあの民謀の女の銀次さんですね、これもそれね、うん、一番最初なんだ、インパクトがすごくて、ね、ですごい俳優さんがいるなと思って、あそれが本当にもうなんていうんですかね、芝居がどうだっていうのの以前にインパクトがものすごかったんですよ、映った時のインパクトがすごくてかっこいいなってなって、でまあその後いろいろ調べたらビーバップにもやっぱ出てたんだってなって、実際俺正直そんなにあのビバップとか、うん、見てなかったんですよね、世代じゃないもんな、うちらな、うん、もうちょい上だよね、そう、まあまあ、まあまあ、まあ、でも、マサトさんね、世代は世代だったんでしょうけどね、世代はまあ、詰まったところで乾杯、はい、マサトさん乾杯、はい、乾杯、でもまあで、ただ本当に自分がこう一緒にやらせてもらってた当時っていうのは一回あの下北で舞台もありましたけれども、あの当時のホンダ、どこでしたっけ、パラータ、来てくれてたんです、パラータだ、パラータかな、だから俺がいた劇団だよ、俺当園にパラータ、そう、パ、違う、俺当園で俺純劇までやったんだ、確かパラータだったと、だパラータ、ああそうなんだ、パラータ何悪いけどその手の劇団にも貸してたんだ、確かにそうそうでした、パラータ、俺あそこのだからあれを純劇までなんとか行って。もうじじいだね、今2回言ったの自分で分かってるからね、ありがとうございます、確かそうだったと思います、俺が見に行った時に摩擦さん出てて、ああそうで劇団の中で2人の交流ってのはないっす、ね、全くあの世代が違ったんで、入った時期が違ったんで、ほんと全く面識もなかったですもんね、なかったですね、 なのに本当にその後ね、まあ自分なんかはちょっと日本を離れて海外プラプラしちゃったりとか、ちょっと俳優活動やめてた時期とかあったんですけど、帰ってきてでまた V シネからこうつなげていった時に
ひょんなことからこう、あ、そう、お会いすることができて、運命ですよね、本当に、うん、本当ありがたいです、ね、俺とだから木村さんは、うん、まあまあね、あの三日月座っていうところの映画の回で、うん、お会いしておー、なんかすげえかっこいいやついなと思ったら、周りからいや、あの人 V シネバンバン出てますよって言われて、やべえとか思ってて、で、ナメさんとはね、自主関係でね、うん、一緒になって、で、いや、俺なんかマサト木村ってなんかすげえ尖ったやつしてるんだって、え、ちょっと待ってください、あ、それマサトと木村ですかって言うから、うん、何それって言ったら、バトルの俺びっくりしちゃったよ、誰から聞いた、最近あなたから聞いたんだ、あ、最近あれですよ、あのマサと木村じゃなくて、マサと木村で呼ばれてますからね、そう、と、と木村くん、と木村くんとかっこいいじゃん、と木村くん、俺もナメ、竹鶴郎にしてみましょうかね、大丈夫か、あのね、カメラこっちは、こっちこっち、ね、ついで、ナメ竹鶴郎にしようかな、でもマサさんの名前でもインパクトはやっぱり強いですね、と木村です、と木村、と木村さんのね、本当はあれなんですよ、エンドロールは目立つんですよ、目立つよね、カタカナなんで、ほんと目立つよね、マサさん、なんでと木村にマサ、マサと、マサと木村、あ、それジュリーを狙ってる、あ、ジュリー、ジュリー、あれは天草四郎と、なんでか、なんでかって言ったら話長くなっちゃうけどいいですか、また、うん、バトルと外れちゃいますけど、いいよ、あの昔やっぱ林海蔵さんの映画とか好きで、で林海蔵さんの映画のエンドロールで、あのやっぱカタカナで幸男大和さんって俳優がいたんですよ、うん、出てきて、で当時だからもうやっぱり、はいはい、あの携帯もない、ネットで検索もできない時代じゃないですか、うん、あれ幸男大和さんってどんな俳優さんなんだっつって、で林さんの映画に毎回出てるんですよ、で、あと、又野誠二さんの襲撃も出てました、で、で襲撃を見た時に、あ、この人が幸男大和さんだなっていうのがあって、でやっぱりあの名前でインパクトあったんですよね、カタカナでエンドロールで出てきたっていうのがあって、カタカナって意外にインパクト強いですよね、でかっこいいなと思って、うんうん、で自分もちょっとどっかのタイミングでカタカナにしたいなっていうのはありましたね、あ、そうなんだ、うん、外地はじゃあインパクト少ねえかな、いや俺本名だからねこれね、いや本名なんですか、本名だよ外地は、 あれですもんね、あのカタカナじゃない英語ですもんね、英語で外地、外地で、そうそう、ローマ字、でもいいと思いますよ、で、うん、でもそれでじゃあその V シネで改めて会ったわけ、2人は、まあ、そういうわけでもないの、まあ、その前で、あ、その、うん、ね、いろいろそうですね、まあ、うん、ね、あの、うん、そういう、うん、ここ、飲み会っていうか、うん、そういうイベントの時にもお会いしてたりとか、あと、ね、後輩の舞台とかあ、それこそ本当あの銀次さんの息子が今俳優をやれてる、あの、やられてるんですけど、その辰樹の、舞台に見に行った時に、その日にたまたま先輩も来てて、うん、紹介してやるよって話はあったですね、でそうなんですよ、その息子の辰樹からあの、うん、紹介してくれるって言われたんですけど、うん、もうこうやってもう見た瞬間にもうあの、もう怖いじゃないですか怖いじゃないですか、もうかなりそう、絡みたくないからいや、あの、今度でいいよっつって、でそのままあの、俺も本当失礼なんですけど、その日挨拶しないであの逃げちゃったんですよ、でもね、確かにバトルってそういうイメージが強いですね、バトルの先輩ってやっぱり怖いんですよ、いやだって舘さんとか小沢さんとか怖いじゃん、豪太さんも、うん、そのだから俺もこの前久しぶりに豪太さんと飲み会で一緒になった時に、ああそうなんだ、おそれは遅いやんけって言われて、あ、どうもって言って、でもすごいいい先輩なんですけど、やっぱ緊張はしますよね先輩って、やっぱり、うん、だから特にまあ雅史さんの時もそうだったかもしれないんですけど、僕らの時代もすんごいもう縦社会で、うん、だ本当にそりゃそうだよ、あの そういうイメージがもうずっと残ってるんで、であのこうやって今はこう仲良くさせていただいて、でも人柄とか分かってるじゃないですか、あの全く違うんですよね、その何ですか、先輩たちの、あの、おっかないイメージと鶴先輩は全然違うんで、いやでもそれさ、うちらにとってでもさ、別に俺体育会系じゃないけど重要じゃん、だってうちらって変な話さ、はちゃめちゃって言葉嫌いだけど、うん、本当だって逸脱したとこでやらないと芝居なんかできないじゃん、うん、それをさ、だって規律ないとこでやっていったらさ、それはもうひっちゃかめっちゃかになっちゃうもんね、だからそういうのが一本あった中で一人一人がさ、こうバーンと弾けてりゃ面白い芝居できるよね、まあそうやって頭で考えてもしょうがないで、でどういう芝居を見てる方も分かんないから、
大阪バトルっていうのはどういう大阪バトルやらそうですね、まあ、まあ、ナミさん結構アップしてるよね、そのね芝居ね、そうそうそう、肉体と肉体のぶつかり合いですかね。あ、そういうような、うん、族の構想とか、なんか例えばまあ雰囲気で言えばそういうのもあるし、うんうん、ただ体育会系のそのままバトルをそのまま舞台にしたような感じなんですね。台本っていうのはあるの？もちろんもちろん。仕立てじゃないんだ。銀次さんが作ってあるんですよね。あ、そう、うん、アドリブとかかますと楽屋でこんにゃらとか言って殴られた、うん、やっぱりできなかったですね僕は。ああそうなんだ。え、木村さんは、うん、どうやる？いや、あ、全然俺は舞台の稽古の途中に入ったんですよね。だから、あ、でも結果論でちょこっとだけ出していただいたんですけど、でも本当にその役っていう役をやらせてもらってなかったんで、でしかも19で一番下っ端じゃないですか。で当時だから稽古の時はあのその舞台で流す音楽のカセットテープをこのタイミングで、あの、そうそう、僕もカセットテープ係でやらされてて、すでに MD になってたけど、うん、カセットだったの。あ、僕らもカセットでした、うん、で本当にそのちょっとでもタイミングずらすとあの怒られて、でただ本当に子供扱い自分されてたんで、そんなに怒ってくんないですよね。他の先輩なんかは、他の先輩なんかは本当に足で蹴られたりとか、本当にあもう見ててうわ怖えなと思ったんですけど、尾形さんが入った深刻劇みたいな、俺は全然なくて、ただ一回本当にボケーとしてて、音を出すの忘れたんですよね。あ、送りちゃった。したらパコーンってやられましたよ。銀さん、銀さんに送られましたね。で、じゃあなめたけさんから見たって失礼だけど、接したガオさんってのはどんな感じなの？良き兄貴ですかね、僕にとってはやっぱり。あ、そうなんだ、うん、まあ叱咤もしてくれるけど、うん、そう優しい兄貴ですかね。兄貴ですか、うん、なんですか、そういう風に何、うん、かあった時にはこう辞めるって言った時にも相談に乗っていただいて、あ、まあ、新宿でちょっとお話したりして、まあ何かあれば戻ってこい、な、来るだろうって言うから入っておいて、まあ、そういう風に相談にもしょっちゅう乗ってくれたし、あ、そう、だから僕もあまり怒られることはなかったです。僕はあの、僕いつもぼーっとしてるんで、もうしょうがないなって言って、その時あとなんかタバコをここに持ってると、うん、あ、そのタバコあるかって言って出してあげて、で火つけたらこのぐらい出ちゃって、まあ、お前もうええわって。だってガオさんって俺の印象だとリーゼントなんだけど。そうですね。だからそう燃えちゃうじゃん。そう、でもだから僕は。なんか自分で本書いて芝居やった時など、うん、僕が主演でやった芝居なんかにも必ず見に来ていただいて、いや俺初めて聞いたよ、いつの時、盛り上げる時、いやその後ですけどね、俺2回台本自分で書いてるんですけど、それは自分の劇団だったの、仲間でみんなで、あ、そうなんだ、アクションチームで僕がやってて、そのやってるね、でしたら来ないだろうなと思ったらもう、あ、そう、もう来てくれて、そういうとこ嬉しいよね、すごいね、そうですね、なんか、鶴お前見に行くから、うん、なんか来てるとき、うん、タバコは投げ捨ては怒られますよね。あ、じゃあ言ってました、その、うん、ちょっと、いや、木村さんはどう、ガオさんとは感じとしては、ガオさん、俺はあの兄貴分っていう感じじゃないですよ、お父さんですね。あ、そっか、お父さんで、よくそのあれですよね、メンバーが誕生日の時をちゃんと覚えててくれて、うんうん、で自分も誕生日を中野 あのカラオケ屋さんを貸し切って祝ってくれたりとか、本当に人柄がすごいいい方で、であのそのね、バトルロイヤルのメンバーに限らず、当時すごい仲良かった他の結構テレビに出てあの何したっけ、水島慎太郎さんとか、慎太郎さんもしょっちゅう、そういう誕生日会とかには顔出してくれたりとか、慎太郎さんは一緒に舞台、ちょっとバトルの舞台やったんですけどね、うんうん、